ファイナルファンタジー16続きやっていきます。丘の上で、丘の上の教会へ向かうといったところ、まあ、前回ね、誰だったマダムのお使いやったんすけど悲しかったね。さあ残り 100m ぐらい。そうだよね、なんか主人公覚醒するようになってからかなり戦闘も面白くなってくるんじゃないかな。こっちかな。さあ目的地周辺と、ここの教会か。ん？こっち？お、開く。よいしょ。さあ、ここは何がある？トルガルと共に、おっ、シドだ。シドがいるよ。先に町の様子を見てきたが、随分と兵が出てるな。俺の顔を知ってる奴がいるかもしれない。だったら裏から潜り込むさ。すごい、この何、山がとんがってんね。お、クリスタル。裏から潜り込む。歓楽街。潜入はできたんか。そう固くなるな。身を潜めるならこういったところの方が、安全だ。でもそれにしたってここは安全か？金を積んでここをあれか、潜ませてもらってんか。クリスタルの搬出口へ向かう。夜が更けたら出よう。あそこは国の重要拠点だ。警備も国境とは比べ物にならない。さすが元ザンブレク兵、よくご存知で。どうすんだ。お、抜け道がある。了解。元ザンブレク兵の俺よりよっぽど詳しい。ここまでの道にしたってそうだ。実を言うとな、前に一度城に忍び込んだことがある。忍び込んだ。元のドミナントと勝ち合って命からがら逃げる羽目になったが。シド、マザークリスタルとクロの一体の話が本当なら。なんだ、まだ疑ってるのか。ただ不思議なだけよ。同じ考えに至った人があなたの他にもいたでしょうに。国ってもんはマザークリスタルという存在があって初めて成り立つ。昔からそう作られてきた。それが黒の一体の原因となれば、どの国にとっても都合が悪い。だから、声を上げれば異端者と見なされ消されちまうんだ。無慈悲な愛国者たちの手でな。なるほど。その一方で奴らからしてみれば、ドミナントやベアラーは都合がいい。なんせ魔法を使うのにクリスタルを使わない。国費の節約になる。その先に待っているのが全身の石化、つまり死を意味するものだとしても。消えかけのろうそくには情けをかけないだろ。まあそういうことだ。マザークリスタルとクロの一体、
ドミナントとベアラ、この因果から抜け出すには人の意識を変えるしかない。だがあいにくとこの世界はそれほど成熟してはいないからな。無理にでも舵を切らなきゃどこへも行けやしないだろ。だがマザークリスタルの破壊は大罪だぞ。悪名が残ることになる。大悪党指導、いい響きだ。ずいぶん軽々しく罪を背負うのね。そう睨むなよジル。美人の怖い顔は箔がつきすぎる。大悪党としてでも名が残るのなら生きた甲斐があるってもんさ。潜伏先は確保したが、ここから先はことをなすまで出てこられると思うな。念入りに支度しておけ。ん？支度して？そこに向かうと。マザークリスタルドレイクヘッド。物語が大きく展開し、引き返すことができなくなります。やり残したことがないように気をつけましょう。ほう、物語が大きく動くらしいぞ。行ってみよう。一つ目のクリスタルをぶち壊しに行くってことでしょ？やけに警備が手薄だ。ウォールードとの戦で躍起になってここの兵士をいくらか回したか。何にせよ好都合だ。それにしてもさすがに勘繰りすぎたか。おい、それはどういう意味だ。あんたの言う抜け道はいつも敵だらけだったからな。この長い人生にはちょっとした刺激が必要なんだよ。お前みたいな若造だってすぐに老け込んじまうんだぜ。余計なお世話だ。いいかクライブ、何かが変わるきっかけなんて些細な出来事や何気ない一言なのさ。よく見てよく聞きよく話す。人生を豊かにするにはそれが何よりも大切なんだ。面倒があれこれ増えることを豊かになるとは言わないだろう。どうした？何でもない。それでこれからどうするんだった？ああ、マザークリスタルのコアを叩く。そいつを壊せば全体が崩壊するはずだ。なら行き先は一つか。そうだ、コアが祀られているクリスタル神殿を目指す。クリスタル神殿。おお、クリスタルの牢獄。こっちだ、ついてこい。お、警戒しておけよ。シドについていくことになってる。わかってる。行ってみよう。抜け道なんでしょ、一応。そうだ、行くぞ。レッツゴー。ネズミちゃんがいる。まあ、どうせ戦闘になるんだったらもうね。あ、こっちなんかあるよ。アイテムあんじゃん。800ギル。まあ以上かな。どうせシドが先に待ってんじゃない。そうだよね。抜け道と言いつつ、はい、やっちまおう。こんにちは。123、あ、1234、はいはい。ちょっと待ってよ、こいつから倒すか。おい、オッケー、オッケーよ。はいはいはい。フェニックスシフト。おお、なんかすごい技使った。はい、ボコすよっと。
はい、オッケー。はい、オッケー。あとはいないか。抜け道と言いつつ敵だらけ。まあいいんじゃないか。よいしょ。よ、ご苦労さん。進みますよ。またいるんか。あれは警備が厳しいな。クリスタルの運搬路か。ほう、クリスタルの運搬路。うわー、なんかいっぱいおる。ん？いっぱいはおらんか。あ、でもいっぱいおるわ。ん？ここはしゃがみ進んで、アイテム取る。さあ、あ、こっから倒して進むぞ。了解。さあ行きましょうか。はい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 。それよりもでもおらんか。1234。はい、いかん。ここね、多分はめられちゃう。危ない。1234。フェニックスのがいいか。はい、オッケー。1234。よし。はい、オッケー。はい。はい、はい。いやー、いて。1234。オッケー、倒した。ん？ん？ん？なんか出てくるぞ。やれやれ、面倒なのがおいでなすったよ。特大の武器か、あれ、大砲？死に方くらい選べばよいものを。貴様らもこれの餌食にはなりたくあるまい。何それ。ふかしやがる。さっさと黙らせるぞ。特大の武器、何それ。へえ、すごい武器だねそれ。こうね。見えてるよ。熱い。やべ、はめられた。はめられちゃった。オッケー、なんかしらんけどパリした。1234。はい、あぶね。1234。オッケー。まずいね。いやー、これきついな。ちょっと待てよ。オッケーよ。おいおい、回避面白いな。あいって。1234。1234。それはきついんだよな。いやー、きつい。あー、食らっちゃった。ハイポ。あぶねえ。いやー、さすがに無理か。オーケー。
まあこれは逃げるしかないよな。オーケー、またパリした。テイクダウンを奪う、倒したかな。ここで使わせてもらおうか。どうだ、トータルダメージが6700。お、これは これまずいぞ。赤字エンジニアだった。ちょっと待って、逃げる、逃げるわけにはいかないか。痛えな、しまった、また避けるボタン間違えた。ちょ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 、うわ、ちょっと待って、これ危ない。あー、いってえな。ポーション使ってい、やー、今食らっちゃったか。いや、ロケットきつ、ちょっと変わった攻撃だな。下がって1234、見えていく、パリーをする。ただちょっときついかな、回復がないもん。いや、さすがに無理か。危ない、できれば半分いきたいな。あ、いって食らっちゃうか。ちょっときついね。危ない危ない、あー食らっちゃった。まあここでリトライすることで、まあいろいろ回復して、そうね、こっちのフェーズだもんね。ちょっとなんかまだ掴めてないな。いや、マジで。ファイヤーのがいいのかな。ファイヤーにしてみようか。フェニックスシフト、はい、1234。ちょっとつかめない。これチャンス。これゆっくり戻って、1、2、3。オッケー、冷静にいこう。これな、オッケー、しっかり見えていく。冷静に、あー、それきつい。この
場所でそれはきついわ。2、はい、3、いやそれ食らうんかい。近づく、いやそれきついな。だから落ち着いて、1、2、3、4、いやーきつ。そんなに攻撃の、あぶね、隙があんまないね。使うか。どうだ、結構入ったね。 OK、 見えてる。落ち着いて、落ち着いていけば勝てるよ。間違えていく。オッケー、落ち着いていこう。ちょっとよくねえなー。本当はパリしたいけどね。オーケー。いやそれきつい、それがね一番きつい。ちょっと見えねえ。オーケー、1、2、3、4、一番チャンス。これで倒したかな。よっしゃい、倒していく。まあそんなに強くはないな。イグニッション。イフリートのアビリティダメージが 12% 上昇。大量のエーテルを浴びて、アカシアとなった者の末路だ。ひどいもんだぜ。こんなの人の死に方じゃ。急ごう。行きましょうか。このエーテルは下の層から溢れてきてるな。まさか。これを下ろすと開く。うん、開くじゃない。降りてる。エーテルだまりになってる。エーテルだまり。このまま降りて大丈夫なのか。自分たちはそうだね、大丈夫なの。ドミナントやベアラーなら少しの間は耐えられる。だが。あまり長いもしてられ、長いできない。ここから地下採掘場だ。その先にマザークリスタルがある。まずここで回復だろう、どうせ。違った、これは回復でしょ。ハイポーションナイス。こっちは行けるわけではないから、もう先に進もう。レベルも21だから、まあまあ上がってきたね。ポーション、これはメテオライト。右に何かある。この先は何もないな。鉄の糸みたいなの手に入れてるね。
うわ、いるなぁ。まあこいつは倒さないといけないか。うわぁ、なんかゾンビ化というか、なんかそういう感じだよね。よいしょ。これガルーダのがいいのかな。一回ガルーダでやってみようか。いやー、どうだ。ここす。お、レベルが上がった。22レベル。あ、もう倒した。そしたらこっちかな。はい、いやー、でもなんか暗いな、全体的に。本当に落ちるんじゃない、橋。まさかそんな。シド？これを飛べて？いいとも。こんなとこで落ちるようなやつじゃねえだろ。いや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 。シド。シド。危ない危ない危ない、マジで危ない。ジルもちょっとなんかしたらどうって思っちゃうけどね。まあいいか。すまんな、助かったぜクライブ。最後まで案内しろよ。分かってるさ、ご愛嬌ってやつだ。大丈夫かシド。心配やな。というか怪しく思っちゃうけどな。まあ大丈夫か、信じよう。うわぁ、なんだここ。あ、いる？敵の特殊な行動、ウォークライ。あー、なるほど。敵の能力が上がってるってことね。了解です。3、4、5。痛えな、おい。フェニックスシフトのがなんか強く見える。おお、痛えな。おいしょ、おいしょ。はいはいはい、痛えな。オッケーよ。みんな敵多すぎやろ。食らっちゃうね。危ない。もうパリーはたまたまやからな。えい、オッケー。あ、ウォークライしやがった。パリーしていく。オッケー。食らうのか。倒したかな。ちょっとダメージ食らっちゃうな。丈夫な皮は2円で、これどっち行けばいいんだ。こっちか。なんかフレームレートが良くない気がするけど、気のせいか。グラフィックが上がってるからかな。一応設定見とく。
フォーマンス優先、画質優先。まあパフォーマンスでいいよね。残像で臨場感を表現するモーションブラー、これ一回下げてみるか。あんま変わんない気がするけど。え、これどこ行けばいいんだ。こっちじゃない、右側か。アイテムをゲットしつつ、ポーション。こっちやね。まだおるだろ、どうせ敵が。ああ、右の奥にもいそうやな。ポーション自動使用。私はアイテムだけかな。お、ポーション自動使用いいね。 1500HP。 うわ、そういうことか。敵が集まってきちゃったんか。これ無視できない系ですか。あ、できないね。まあ倒すしかねえか。ちょっともうここはめんどくせえから、これでいっちゃおう。よし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 、オーケー、いいよ。でここでドン。あれ、クリスタルありそうじゃない。なんかちょっと強いの出てきたな。まあいいや。あ、ちょっと待って、やっぱでかいのにしよっかな。集中は危ない。123 OK。 あー、そういう攻撃だもんね。落ち着いて。いやー、それはダメなんだよな。2周目だよね。 OK。 はいはいはい、見えている。ここいやー、もうちょっと早くだったな。使うよ。めちゃくちゃ硬えなこいつ。でも HP ありすぎじゃない。おいおい、ニューエネミー、マジでここだな。もう他の敵はもうジルたちに任せよう。ニューオゲイ、任せちゃって、オーケー。テイクダウン2度目。3、4。1、2、3、4。2、3、4。オッケーよ。オーケー。オーケー。あー、ダメか。
オッケー、倒した。よし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 。HP そんな減らずに、回復もいっぱいあるし。いいんじゃないの？いつの間にか案内が自分になってるけど、指導じゃなくて。まあいいか。で、ポーション。これ、HP マックスきた。そんで？この先だが、なんだこの鉄格子は。サンゴの剣。サンゴの剣。もしかして強くなっていく。いいね。他はさすがにないよね。宝石これどうしようかな。ポーション回復 20% アップは絶対いるよな。一回このさ、フェニックスのアビリティ二つとか。でも二つか。ルックスガンビ、あ、そうだ、ちょっと待って。この辺全くやってなかったね、そういえば。フェニックスシフト。これも持ってるでしょ。マスターか？リミットブレイクになるよね。あ、強化とかあるんだね。あ、へえ。これはさすがにないの。コンボ、どっちで R1 回避、ジャンプ、プレジョンどっち。これ、いや、マスターかってなんだ。おすすめ習得もあるんだ。マスターかってこれ、まだ得てないってことか、これ。てか、アビリティポイント3000もあるからさ、マスター化しようか。ヒートウェイブ。え、こんなあるんだ。これどうやって？ん？おお。え、こんな技出せた？全然知らんかったかも。あ、これなんかよくスマブラでありそうな技だね。R、吹き飛んだとき、ああ、立て直すとかあるんだ。近づき×を押す。踏み台にして再度。チャージショット。ああ、マジックバーストね。習得済みではあるってことね。マスターかってどういうことやろ。炎をまとい突進しながら攻撃する。イグニッション。ああ、そうか。ウィル・オ・ウィックス。お、強いじゃん。でもこんだけあったらさ、この辺強化したくない？もうこれおすすめでいっか。もうこれでいいよ。ランジ。あ、ちょっと待って、一回すべてリセットしたのか。はい。で、この辺未習得になってんだね。マスターかって何？
ちょっとマスター化の意味があんまわかんないけど、習得習得。転生。あ、とりあえず未習得は習得しとこうか。未習得は絶対習得する。習得。未習得。これで全部かな。あ、これだけできないわ。まあ、一回これでいっか。うん。で、この辺の技をどうやって出すかだよね。翼を振り上げて攻撃する。軽量の敵なら打ち上げることができる。ライジングフレーム。ん？何これ？ああ、メインストーリーとクエストの状況ね。まあまあまあ、いっか。一回さ、フェニック、あ、これフェニックスシフトしかなくない？ちょっと待って、これどうやって出すんだろう。今更だけど。あ、マスター化によると、あ、マスター化すると、フェニックス以外の召喚獣に装備すること、装備？ってことは、あ、ここか。で、フェニックスシフト、ライジングフレーム、スカーレットサイクロンになってるけど、ん？これどうやって出すんだ？四角。え、これどうやって出す？これ普通の攻撃だよね。で、ここで入れ替え。あ、こうか。あ、これ使ってなかった。なんか縛りプレイみたいになってたわ。あ、そういうことね。R2 と、いやーでもこれ避けてからってことだよね。ライジングフレーム、スカーレットサイクロン。それめっちゃ強いんじゃない？振り上げ。あー、で、大勢の敵には、あ、強くね、これ。そしたら。今更それを知るという驚愕の事実。蹴破るぞ。蹴破ってくれ。いや、シドがやるんじゃないのね。二人ともでね。硬いな。次だ。はい。あ、これもう一個ね。同時に蹴るぞ。合わせろよ。次で、はい、せーの。オーケー。普通に脆いね。お、フェニックスの祝福。明るくなってるよ。そろそろマザークリスタル。魔物の爪。本当にこんなところから行けるの？ま、見てなって。ポーションしっかり使っていく。ん？おお、なんかあるぞ。なんか来たよ。大丈夫だ、誰もいない。
マザークリスタルか。たどり着いたか。ドレイクヘッド、なんて巨大なの。神殿はあの橋の先にある。あれか。しかしろくな修復もされてないとは、よほど人手が足らんらしい。まさかあんたがあれを。ああ、前に忍び込んだ時は橋の手前でバハムートのドミナントと鉢合わせてな。追いかけられて仕方ないんだ。よく逃げ切れたもんだ。さっさとつましも。バハムートのドミナント、なんか怪しいけどな。バハムートってだって自分じゃんね。うわ、マジか。ここで1234、おい1234。どこで使うかな、こういうこと。うわ、強っ。そうか、やっぱ全然回数は使えないね。12。あー、でも強いな。 OK。 フェニックスゲートの賜物がこんなところにも。この場所と何か関係があるのか。関係あるんじゃないの。また出てくる？よいしょ。よいしょ。開けていく。うわ、ここでもどうせ戦闘だな。ただちょっと、これを使いたい。囲んでくれ。これでどうだ？おー。そんで、よいしょ。いやー、ちょっとさすがにあれか。あ、でもさ、こうしてこれとかこれ使って、あ、すごくない？これで結構戦えるんじゃない？うん、これまあでもちょっとあれか、さすがに、さすがに無理があるか、時間かかっちゃう。で、よし、 OK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  で、ライジングフレーム外していく。いて、いてえよ。よいしょ、オッケー。はいはいはい。オッケー。で、ガルーダにして。あー、もったいない。オッケー、パリした。倒したかな。うわ、まだいる。これは使えるから、おいしょ。なんかでかでかいのいるな。これ両方ついてないってことは、ああ、これは使えるか。なんかでかいのおるな。待って、
ちょっと落ち着いて。やべえ。よし、あとこいつだけだ。しっかり避ける。オッケー、テイクダウンしていく。さらにこれ、いやきつい。避けるの難しくなってくるな。でもこれ、危ない。おい、あ、すごいね。めっちゃあれ奪うってことか、スタミナ。いいんじゃない？でも倒したでしょ。よいしょい。いや、面白い。面白いじゃん。よし。そんで？そういえば聞いたことがある。ドレイクヘッドのクリスタル神殿には。聖域を守る番人がいる。聖域を守る番人。俺が潜り込んだ時にはお目にかからなかったんだな。いや、ポーションもハイポーションもマックスだ。うわ、ここ戦闘起きそうじゃない。いや、なんか起きそう。何かいる。来たね。でかいの来たな。危ない。門番までアカシアになったのか。いやー、やるしかねえか。さあ行くぞ。分かってる。まずは、あ、すごい奪うね。マジで。これ結構余裕じゃない？いや、これ。あれ？これ結構余裕な気がするぞ。よっしゃ、1回目テイクダウン。早い。うん、いいよ。さすがにか。何をする気だ。ん？全然なんか余裕だけど。うわ、いや、なんか知らんけど避けれた。どこ？これ、危ない。
ちょっと待ってよ。やべえ、行って。で、こうして。やべえ、危ね。おお。こうして。違う。でちょっと危ないな。こうしてこうして、危ない。オッケー、テイクダウン奪う。そしてここで思いっきり使うよ。よし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 、1万ダメージ入る。何が来る？危ない。いやきつ、やべ、めっちゃ食らった。まあでもここでハイポーション。あれ、なんかお疲れですか？いいよ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 、いて。ポーション使ってこれからの、おらい、危ない。いいよ、いや、あのね、ガルーダのね、あれ強えわ。体幹奪うのが強すぎる。オッケー、テイクダウン。あとこれでチェックメイトかな。これでどうだ。いけ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 。あれ、どこ行った。わわわわわわ、ちょっと待って、炎にして。うわ、もうだって1ミリだもん。だってどこ、ほら、うい、でい、倒しちゃって。倒しちゃっていいよ。OK。いや、つえーわ。ガルーダのね、あの、くるくる回転するやつがめっちゃ強い。テイクダウン奪う能力が高すぎる。ジルがしんどいな。神殿はこの先だ。警備の増援が来る前に済ませるぞ。了解。もっともこうエーテル溜りがあっちゃそう簡単には来れないだろうがな。まあそうか。クライブ、すべてのマザークリスタルを破壊したとき、俺たちは魔法を使う最後の存在になる。場合によっては立場が逆転し、今よりもっとひどい目に遭うかもしれん。恐怖の対象としてな。だがそうなったとしても、いつかこの選択が道を開く。生まれも身分も関係なくなると信じている。
やけに弱気だな。あんたらしくもない。言ったろ、もう一度信じるって。それじゃ行くとしよう。行ってみよう。ダイレクトシド様の華麗な第一歩だ。よし、じゃあこっからは次回にしようかな。今回ここまで。また次回です。お疲れ様でした。どうなの。